ログネダ・ログボロドブナは、ポロツク公国の公女である。ポロック公ログボロドの娘で、ウラジーミル一世の妻の一人となり、ポロツク・イジャスラフ・アサノソ・イジャスラフを生んだ。また、現初年代記の記述によれば、キエフ大公やロスラフ一世や、ボルイーニ公国の初代ボルイーニ公、フセボロドらの母でもある。ログネダは、 父と共にポロックで暮らしていた。980年、ノブゴロド公だったウラジーミルが求婚したが、ログネダは、奴隷の息子の履物を取るのは嫌です、とウラジーミルを、表して、求婚を拒絶し、キエフ大公ヤロポルク一世との結婚を望んだ。978年もしくは980年、ウラジーミルは、バリアーグ島と共にポロックを侵略し、ログネダを捕らえて、 両親の前で彼女を強姦した。ついでログネダの二人の兄弟と父、ログボロドを殺した。さらに、キエフを攻めて、ヤロポルク一世を殺し、キエフ大公となって、ログネダを強制的に妻とした。伝説では、この時に、ログネダはゴリスラバという名を授かったという。ウラジーミルには、多くの妻と日がおり、ログネダは、ルイベチ側の辺の町に置かれ、 4人の息子と2人の娘が生まれた。988年には、ログネダの子、イジャスラフがポロックに配置されている。ログネダはおそらくイジャスラぶりで、1000年ごろ死去した。ウラジーミルへのログネダのクワダテのルーシの年代記には、ログネダとウラジーミルにまつわる話が書集されている。それは、以下のような内容である。ウラジーミルには、多くの妻と妾がいたが、 1989年に、ビザンツの王女アンナと結婚し、キリスト教をルーシの国境落とした。このためログネダはウラジーミルに捨てられてしまう。ログネダはウラジーミルを殺害することを決意した。しかしその企立ては失敗し、月光したウラジーミルは、ログネダに剣を向けたが、ログネダとウラジーミルの間の第一子であるイジャスラフが、駆け寄り、剣を手に母をかばった。ウラジミルは、 息子の前でログネダを殺すことができず、ログネダとイジャスラフは、ウラジーミルによって、ポロックの地である、シビスラチ川上流の町に遊兵された。この町は、イジャスラフの名にちなみ、イジャスラブリと名付けられた。イジャスラフは、後に、ポロツク公となり、遊兵された母を救おうとするが果たせず、千年、ログネダは、イジャスラブリで亡くなった。この物語は、 ポロツク公国とキエフ大公国との間の対立を描いたものの一つとされている。原初年代記には、ウラジーミルとの間に4人の息子と2人の娘を産んだという記述があるが、息子のうちアロスラフは、ログネダの子であるか疑問視されている。一部の歴史学者の意見では、ログボロドやログネダなどのポロックの支配者層は、他国の出身であるという。原初年代記には、 ログネダの父のログボロドは海を越えてきて、ポロックに自分の政権を有していたと記述されている。この記述から、ログボロドは、同時代にトゥーロフの支配者であったトゥルイと共に、キエフの区下であるリ陸町や、他の東、スラブ人の土地の出身ではなかったとする説である。ログネダという名についても研究されている。すでに19世紀初めには、ドイツ人のロシア史学者である。 エール・シュローザーが、ログネダは、ラグンヒリと、ログボロドは、両軍バリトという名であったとみなしている。また、北欧の権威ある歴史学者である、イーエーリゼフスカヤと T.H. ジャクソンも、ログネダとログボロドの名前について研究している。一方、T.P. ティマフェイバによれば、ログネダの名は、スラブ起源であるという。また、ログネダが、ウラジーミルの球根に対して言った。 奴隷の履物を取るのは嫌ですという発言を、スラブの習慣を熟知していたことの証明だとみなす説がある。ログネダの埋葬場所は不明である。トベリ年代記によれば、千年に死を前にしたログネダは、修道院で剃発し、アナスタシアという洗礼名を得たというが、他の資料に同様の記述がないことから、歴史学者はこの記述を事実とするのは難しいとしている。 1866年、チェルニツァ村で華麗な装飾品と共に墓穴が発見された。A.M. セメントフスキーは、これをログネダの墓と推定している。ログネダのコイジャスラフは、ウラジーミルに破壊されたポロツク公国を再建し、彼の子孫は代々のポロック公となった。ベラルーシにおいては、ログボロド・ログネダ・イジャスラフの3代から始まる。 ポロツク広告とイジャスラフ・朝をベラルーシ国家の根源たる王朝と位置づけている。またログネダの物語はベラルーシ氏の代表的な説話として親しまれている。ログネダとログボロドのコイン。ログネダはその悲劇的な生涯からコンドラチール・ルイレーフの詩、アレクサンドル・セローフのオペラなど近現代の複数の芸術家によって作品のモチーフに取り上げられている。また、絵画。 小説、バレエなどでもログネダを題材とした作品がある。芸術作品以外では、ウクライナのキエフには、ログネダの名を冠した通りがある。ベラルーシでは、ミンスク州、ザスラーウェの記念碑、切手、コインなどが作られている。ありがとうございます。